え、待って、俺殺しちゃうんだけど。え、え、どういうことこれ。通報しないよな、俺。原稿。あ、待って、俺バレた。クソみたいな設定をつ、ゴミみたいな設定。引き継ぎたかったんですけど、どうすればいいです。あ、めっちゃ大人の対応。インポイ。ボタンクール15。あとは好み。いいよ、ありがとう。ポスターやりてえな、俺も。し。ああ、来ましたね。この時代が来ましたね。やってしまった。あ、これはね、シューティングのとこだから、ちょっと長めにやってるふりして。あれだね、タスクできないんだね。で、ちょっと遅れていこう。ちょっと遅れて、俺も行く。やっぱ今、キルできた、もしかして。速攻で戻る。いや、でも怪しすぎるよな、俺がいたんだし。なんだっけ？あの、チャージのやつだっけ、これ。よし、俺も行こう。サボタージュか。なんだろう、サボタージュって。え、待って、俺殺しちゃうんだけど。え、え、どういうことこれ。通報しないよな、俺。最終電気前。原稿。あ、待って、俺バレた。あ、俺バレたくせえ、これ。バレたくせえ、これ。あー、終わったか、これ。あ、紫の方がバレたのか。あ、バレてるっぽいな、これ。どうしよう。紫は対抗して、入ったら、死体あって、ピンクの自作自演。お、すげえ、今週うまそう。拳で。いや、拳では多分やってねえと思う。もっと、なんか、狂気じみたもので。俺も一応言っとこう。俺もなんか適当に喋っとこう。喋るだけ喋ってなる？でもこれ誰が投票したかわからんけど、スキップにしとこう、俺。スキップしてもバレねえよな、多分。犯人が釣られるか上手。あ、黄色だと思ってたんだ。あ、いいっす、めえ。オリジナル。OK、まあこいつが死んで、俺があと一人で、こいつは全員殺せるかどうか。で、今、俺殺した後に会議が始まってるから、これ速攻で逃げれば、まあ、バレてないと思うんだけど。え、あ、ボディレポートって書いてある。え？ん？どういうこと？え？ダブキルやな。ボタン光った。さっき死んだみたいなダブルか。ええー。ちょっと俺もさ、マジかってとこ。驚いた感じ。え？いや、マジか。ちなみにスキップかピンクに入れた人誰？え、わかんねえんだろうな。俺でもない。白は右では見てない気がする。紫入れた。俺も。おし、これわかんねえからな。俺も。これ誰かわかんねえぞ。紫本人じゃ。こんなスキップもピンク入れも名乗り出ないなら、ロラいらなくね？ロラってなんだろう。よしよしよし、いい感じにごっちゃごちゃになってきたな。とりあえず、ロラで。なんだろう、ロラって。じゃあ、あと調べよう。あっても警戒程度でいいかと。いや、なんで？ヒル発生時に意見が対立する二人を連続で追放。オレンジかな？それ、おてんじ疑われるよ。お、いいでいいで。勝手にやり合ってる、お前ら。安全って書いて。よし、いい感じに崩れてきてる。いや、俺ワンチャン勝てるぞ。あいつの死を俺無駄にせずに打ちて俺、いけるかな？まだ抜けてないな、あの人しかも。あ、ちょっと、やめて、手汗がすごい。インポスター超楽しい。ピンクとオレンジピアにすればいいんじゃないでしょうか。てか、足元に死体あってマジ笑ったわ。ピンクと、ローラで。状況は、ピンクとオレンジピアにすればいいんじゃないでしょうか。ピンクとオレンジ。ポテチベンザが今怪しいよって。全く俺疑われてねえんだけど。匿名なら本当にでけえ。ローラで。オッケー。あ、ローラっていうのは怪しい。対立した二人のことをどっちもグレーで見るよっていうことか。村リネーナ、村っていう、オレンジタンツリするか。鬼神さんさっきからなんか結構言動が激しい。あの、確かこの場合って、インポアシストに死体出るんだっけ？スキップもピンク投票も名乗り出なくて、それでもピンクロは完成すべき理由説明してくれ、オレンジ。とりあえずさっきの話題、あ、ここでタンツリしてやろうぜ、どっちか。うわ、どっちやればいいんだろう。これ俺、オレンジに投票し、オレンジに。鬼神か。ちょ、こいつにやってもっと、明かさせたろ。これでもっとややこしくなるぞ、あいつら。仲間割り見るのは面白いね。外側だからね。ああ、おもろすぎる、このゲーム。やばい、ちょ、間違えて俺、キルボタン押しよった。やばい、まだ。やっぱ鼓動が高まる。やばいなぁ。緊急会議開かれそうだったけど。よかった。とりあえず、タスクをやってるふりをしましょう。いや、ここで焦ったらあかん。焦ったら負けてしまう。殺されない、この安全感。無敵感すごいわ。オッケー。お、押したね。多分投票したの誰みたいなこと言うんかな。ベンザブロックさんか。俺がやったのはあの、ポテチちゃんに入れたから、確か、ポテチベンザさんがロラか。何どっちからって。どっちもやんじゃねえの？私から。ベンザブロックやから。私は、はーい。いや、前そう、聞いたってだけで、了解。え、何の話してんのこの人ら。全然聞いてなかった。ピンクロラにする意味って何？キムさんに投票しなかった人が、紫に除いて一人いるわけだが、
そう。それでも、ピンクローラにする意味って何？あ、やばい、この人なんか、やってそうだね、結構。最初にローラって話してか、その、とりあえず、アンパイやから。そうよ、そうよ。この人強そうだけど、こっち、数の暴力あるよ。そうそう。納得しないね。ここは、あえて、スキップ。まあ、様子見です。様子見でいこう。やゆよ。ここは、なんか、中間管理職として、様子見で、刺しす。オレンジつって、薄ピンク警戒できましょう。ピンク同意。さすがにピンクを釣りますよ、これは。釣らない意味がわからん。あー、やっぱ死体足元あったんだ。え、どういうことなんだろうな、あれ。俺が殺した後に議論になってたけど、ロラって条件で一人消してる、だからそこをしないと道理に反する。ピンク釣る理由は紫に入れなかったやつが一人いて何人出てないのに。そう、ここ、いや、ちゃんと引っ掛けてくるな。鬼神さんうまいんだよな、多分。なら今、オレンジ釣る理由はあまりないと思われ。いい感じにぐっちゃってなってますよね。俺、ちょっとまだ理解できてないけど。いや、もう面白すぎ。バカ。当てそうだね、これ。あ、ベンザブロックさん死んでくれる？いや、それはそれで助かるよ。オッケーオッケー。はい、まずベンザブロックさようなら。何のブロックもできなかったね。さあ、次。サボタージュ俺使い方わかんねえんだよな。調べてみるか。オレンジ来るか。頭悪いな。オレンジさようなら。ド S って書いてある。本当にド S だ。もう来るでも容赦ねえ。オレンジと紫釣った意味なくなったけどどうしよう。水色ピンク釣る理由は紫釣った意味あるけどインポだから。意味なくなってしまうから。涙拭けよ。喧嘩はしないでね。なんか発言しよう。怪しまれるから。せっかくだから元気に仲良くしよう。仮にピンクが、紫を落としたとしても、なかったとしても、ピンクが容疑者な以上は釣れば確実に一郎。まだ一郎って思ってんのか。それは、一郎って思ってんのおかしくね？紫に投票しなかったやつ一人いて名乗り出ない時点で紫のローはほぼ確定だろ。ごめん、抜けていい。わかってるくせにわかんねえふりすんなよ。仕事が多いし、仕事前にアマングスやるな。ごめん、口調がきついので抜けます。あ、崩壊してたか、これ。待って、崩壊してたら、仕事抜けていく。すべて、俺の思うがままに、勝利へ導いてくれる？もしかして。インボになると血の質下がるっているよな。鬼神さんは、言ってること正しいんだけど、言葉がすごい乱暴だから、信用しきれないんだよね。ここで、なんか、すごい丁寧な相手を思いやる口調だったら、正直めちゃめちゃきつい。パイソンですね、これは。じゃあ全員キルしいいっすか、もう。パイソンならもう、後始末いいっすか、自分。いやー、綺麗にぶっ壊れてくれたね。インポの人、サボをお願いします。サボって何？俺が容疑者だったのはあくまでも紫釣る前までだったの話で。投票結果が紫の狼が透けて見えてるから、これ全然雑魚。いや、これ勝てるぞ、これ。あいつはもう崩壊してるもん。敗損とか言ってたから、自分で。おー。あー、村一個破壊しちゃったなー。さてと、抜けるか。多分暴言の嵐だろうから抜けます。